私が最近悩んでるのはもう、あつ森に飽きてきてしまったっていう。嘘でしょ？え？早くない？のがありますね。え、飽きてます？みんな飽きてるんですか？若干ね。だって、もうそれは、島を作り上げてしまったってこと？いや、まだ全然よ。全然？うん。なんならもう一回やり直そうと思って、潰したところまであるくらい。やろうよ、もう無心になって楽しめるよ。なんかもう、追いかけられたくないのよ。え？島に？島に。島に縛られる生活をやめたいの？そう、私楽になるために無人島行ったのに、うん。なんでこんなに私一生懸命働いてるんだ、ノルマをやって思っちゃったのよ。ついに気づいちゃった？気づいちゃった。でも最近ちょっと面白かったのは、うん、なんか仏盛りのキャラってさ、性格タイプあるじゃん。あたいとか、うん、ハキハキとかね、オイラとかあるけど、でなんかアイドルってあるじゃん、うん、でそのアイドルのミカッチって子がうちに来たんだけど、うんうん、そのミカッチが最近な普通のキャラのアイドルじゃ売れないから無人島で生活してたってことをネタにすれば活躍できると思ってっていうテキストがあってすごいなしっかりしてんなこの子自己プロデュースすごいな、うん、確かに無人島で育ちましたみたいなエピソード持ってるだけで芸能界強いじゃん。強いね。いっぱい番組呼んでもらえそう。こいつ売れるって思ったこりゃアイドル。そう、かわいい。ミカッチかわいいか。かわいいかな、いいな。ちょっと笑った。最近私はちゃんと、うん、あの熱盛、まあ毎日ちゃんとねやってるんですけど、うん、結構私の島も完成に近づいてきまして、うんうん、一回ぶっ壊してから、ね、でそっからね全然住民の入れ替えもないし、うん、もう毎日静江が今日は特に何もありませんって朝言われて何もない日ね、もう毎日何もないってなって、キャンプサイト来てくれよ静江って、呼んで呼んでって思ってる。静江って検索するとスペース自分語りって出るんだよめっちゃかわいそうじゃん。自分語りだと思われてて、かわいそう。自分のバラエティ見ます？録画したバラエティ見たんですけどかわいいなって思ってたのに、自分語りオツみたいに書かれてて、かわいそうだよ。静江はいいやつだよ。それがかわいそうだと思った私は、うん、そうだね。ちょっと待って、あ、